はい。はい、皆さんこんにちは。今山です。トニザです。はい。佐賀の名木古木巨木シリーズ。シリーズ。川越の楠に来ています。色が変わらない。川越の大楠が樹齢3000年。幹回り21メートル。全国巨木で5番目だそうです。1番目はどこですか？1番目はね、鹿児島にあるらしい。え、九州じゃん。そう、九州5本全部そういうわけじゃないと思うけど。いい感じ。これでトトロいるね、トトロ。なんかすごいトトロ踏んでる感じの。そして水車あります。ほら、イノシシが捕まってます。え、あ、本当だ。あれ何、剥製？飾り。飾り？捕まってますね。なんでわ、こうわっか。あれ？あれ？これカカシ？カカシいるよ。ほら、カカシのおばさん。ああ、おお。あ、コイ。コイもいる。私はね、本当に本気するのかと思ったよ。綺麗くない？本当に。そこ降りれるの。うわ。え、スレスレまで。うわ、いっぱいある。黒いのも、黒いの見えんかった。落ちたらダメ。そして、でかなんか、でかくない？よく下で、何も持ってない鳥の餌とかあるの。いっぱいある。おばちゃん。おばちゃんでもないね、よく見れば。なんか意外と若いな。顔的に。すごい怖いんだけど。なんか、調査して。すくおうとしてるの、なんだな。水準調査。めっちゃいるんだけど。やってきた、やってきた。こんな感じでゾンビランドさがこんなところにゾンビランドさがいました。6号ちゃんで6号ちゃん これ見れるみたい。ちゃんとポン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 。あ、ちゃんとついてるじゃん。すげえ。ちゃんと稼働してるんだ。え、水車ね。あ、水車に来たんだ。そう。あ、どうなってるの？この子がこの棒が、この棒がこう入っていってあそこが動いてます。はい、引き続きタク、竹雄からタクに移動してタク西廟というところに行きました。中国チックな。タク製めっちゃ広いんですけど。これそれそれ、その赤いや。え？その赤いの。あ、これ。それがある。今どこやねん。めっちゃ広いんですけど。めっちゃあるかな感じ。イオンモールのほら、合格の門ってあるよ。互角合格の門。ここは入ってたんだ。これハーバーメがあります。顔をはめてください。はい。あ、
あ、またゾンビランドタコ、2号ちゃんで、2号ちゃんだ、いるか、さっきのが6号ちゃん、いるか、わかります、何ですかね、2号ちゃん、はい、タクセージョ、重要文化財です。タク、すげえ、何すげえ、いたの、文化財愛護、重要文化財作成業、江戸時代中期、1708年建立。そうね、そんな感じあるよね。なんか飾ってあるっていうか、なんかいるの。すごいなんか。ああ、へえ。こんな感じで。上手やね。はい、そしてここに合格の門と合格の門を引っ掛けて合格かけた門があります。どこに合格しますか。プロテストです。プロテストとかあるの、どうだろうね。でもちょっと待って、なんでこのなんかやめとったの。それやめなの。ふっかふかのトンネルでございます。闇だと思います。